はい、どうも、ワイツコブリタです。ヨッケです。ということで、今日はですね、アランモアのショッピングモールに来ておいてます。ユータプレゼンツ、はい、ちょっと気になったのがあって、はい、ハワイのいろいろパンダエクスプレスとかタコベルとかいろいろあるじゃん、そういうチェーン店みたいなところあるね。ああいうところってファミリーパックっていうのがあるんだよ。日本でそれが売ってるかどうかは知らないけど、ハワイにはファミリーパックっていうものが存在すると。キッズセットじゃなくてファミリーセットね。まあ、カロリー見たら、まあ、2000とか2600カロリーって書いてあったね。おお、まあ、成人男性かける2よりちょっと多いかなくらいで、食べたいのよ、いろんなもの。なるほど。単純にヨスケも好きじゃん、パンダエクスプレスは。大好きよ、もうヨタシだもん。ヨスケ御用達のハワイのパンダエクスプレス。あんまり良くないっていうのはね、あるけど。そうだから動画という言い訳をつけてね。僕は大好きだからさ、動画という言い訳をつけて食べていきたいと思いますので、オッケーです。じゃあ第1弾として、はい、パンダエクスプレスのファミリーセットをいいね食べていきたいと思いますので、パチパチパチ朝飯っすよ、僕たち。いいね。ということで行きましょう。行きましょう。はい、 Can I do family meal? What is family meal? 何を言ってるか全く分かんないというね。いいよ。え、そう、four? Five?Four choices. Five. Five choices. Everything? You have two ideas. こんな感じです。チャーハンパンパンよ、パンパン。あのちっちゃいボックスにいっぱい入るって言ってるけど。チャーハンと焼きそばね。炭水化物め。炭水化物め。その隣のやつなんだ。あれ？あれ？あれ太麺の焼きそば？それはいいや。いいね、ここの人って大体いっぱい入れてくれるからさ。ああ。君なんか好きなのある？僕セレクトでいい？うん、じゃあ俺にチキンまずでしょ？ご用達なんでしょ？うん。俺はだってまず陽介に来よって言われないから来ないから。でもこんな死ぬほどくれるとさ、なんかもう一生来なくていいよねっていうぐらいもらえるから。And broccoli beef。ゆうたの好きなのでいいよ、最後。これ何？これはもうしくないよ。これは何？これはズッキーニとチキンよね。あれは普通のチキンだよ。うん。それじゃあ俺これ。あ、これがいいじゃん。これ、Is this a dish の？いや、フォータラーフィティモ。これどれくらい？フォータラーもアディサーされるんだぜ。じゃあこれでいいよ。じゃあお前くんも調べよ。これ得意なんだから。じゃあ、体に…いや、これにしよっか、じゃあ。キャメル。全部でもいいよ。あ、もうないから。ないか。いや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 、あ、新しいの来るから。あ、じゃあそれにしようぜ。ウォルナッツシュリンプで。俺分かんないから、こんなやつアメリカ。あ、ほんと？まあ今ので大体セレクトしたのが全部うまいよ。他はあんま美味しくないと思う。凌介セレクト。うん。いいじゃん。まあ、僕の中でね。ちなみにだけど、いくらでした？これファミリーパック。あ、40ドル4000円、Thank you。 バッチ重いんだが。じゃあこれ持って、まあどっかビーチの方でも行ってみます。そうだね。じゃあ行きましょう。はい、ということで、あの汗がやばいんですけど、重くね、この食事。アラモアナビーチパークにやってきましたね。はい、とっても重いのよ。これさ、え、何キロ？2キロ、3キロ。2.5 あると思うよ。カロリーがね、だいたいね、2600から3000なんとかって書いてあったんだよね。絶対曖昧すぎてさ、絶対違うと思う。あいつら多かったよね、入れてくんの。ところで、あのフォーチュンクッキーがね、4つも入ってるっていう。4人家族用ってことだね、これ。じゃあ、はい、お皿1個もらっちゃって。エントリーナンバー1ということで、僕はね、まあ、ブロッコリー出てきた。ブロッコリー、あっ、これずっと持ってた方がいいよ。うわ、こんな感じですね。チャオファーン。もうね、この入れ物がいいよね。日本にはないっていうかさ。パンパンやん。パンパーパンやん。パンパーパン。俺もチャーハンポンって入れてくんね、適当に。チャーハンの一番の入れ方はこうだな。お前さ、マジかよ。ピラミッド。かっこいいじゃん。それで食べたい、俺ちょっと。はい。ちょっとマジ、いいよ、はい。いいね。これピラミッドか。僕一人で始める。ちょっと後で渡すわ。やばい、ピラミッド崩れてきたな。崩れてるね。森が甘かったのかもしれない。どう、うまい？うまい。
じゃあオレンジチキンマウンテン俺もこっちに作るわ。レバもう逃げ道はないよ、出しちゃったら食べるしかないから。レバこれですよ。いやでもうまいわ普通に。でしょ、やばい、いいっしょ。まっぱパンダといえばオレンジチキンよ。まさかのワンプレートに乗らないという。乗らないね、やばいやつ。やっぱさ味が単調だよな。日本のね、これどこだっけ。僕はじゃあブロッコリーをチャーハンに乗っけるわ。クランベリーモールって知ってる？町田の？町田の、そう、うん、西町だっけ。神奈川県民だからね、俺と言われて。そう、あそこにパンダエクスプレスって入ってて食べたんだけど、全然味がさ、なんだろう、違ったのよね。オレンジチキンもあっちの方がオレンジの感じしたし。え、っていうかこのブロッコリービーフ、うん、うまくね。でしょ？うん。君さ、パンダエクスプレスのこと悪く言ってたけど、うまいっしょ。チャーハンに乗っけるといい。筋人の話聞いてんじゃん。食べるの集中しなきゃダメじゃん。ああ、まあね。鶏も揚げ物を全部出しちゃうわ。でやばいじゃん、君の山。やば。じゃあ、つつくわ、オレンジチキン。うん。なんかね、少量だからうまいんだなってたまに思うわ。ちょっと、勝手にどんどん食べてくれないとなくならないから、このフライドライスも。チャーハンうまい、うまくね。うまい。あのね、濃くなくて食いやすいのよ。わかる、うんうん、あ、ブロッコリーより好きかもしれない。うん、それが一番健康や、これ。あーさ、片方片付けようぜ。そしたら、どうせられんじゃん。なんか片方片すわ。俺結構チャーハン片すのは後から聞いてくると思うんだよね。やっぱチャーハンで中和したいっていうのは、ね、あー。あ、片方ではスペース作りたいってことね。重い。ここにチャーハンドーン。わお、ちょっとちょっと OK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 、 まあ七三分け的なね。一九分けになっちゃったけど。もうこのカメラから見るとね、ちょっとここにちょっと見えるだけになっちゃった。さてこれ食べるのもむずいよね。食べるのも難しいんだよね。こぼれるからね、なんだって。うん、味変だいぶ違う。プレートがね、でも日本の焼きそソース焼きそばと比べてあの薄いんだよね、味が。うん、醤油かきたいなって感じ。醤油かきたいかな。醤油とか塩とか。なんか香りがない、独特な。なんかの半分なくなったからこちらお願いします。オレンジチキンは猛烈に食えるね、結構。やばい、これ無理な気がしてきた。大丈夫、いける。大丈夫大丈夫。ちょっともうちょっと真ん中に、もうちょっと真ん中に。オッケーオッケーオッケー。違うんだよこいつ、まだいるんだよ、中にいっぱい。あ、中にいっぱいいんだね。あ、やべえやべえのよ。七三分けが九一分けになってしまった。もうさやば。俺たちいつからあの大食い系 YouTuber になったの。大食い系チャンネルよ、これ。カエが寄ってきたわ。覚えてる、初めはアサイーボール1個とかしか食べてなかったの。2人、そうね、1人1個だね。に比べてアサイーボールカップはいつの間にこうなっちゃったもんね。綺麗さがゼロっていう。うん、ハワイの YouTuber 綺麗なもの載せたりさ、なんかおしゃれなものばっか載せてるけどさ、もう こんなやつらいないよね、周りに。いいね、ハエがね、大変よ。もうね、ハエも食べる覚悟でやらないとダメよ。ハエだって、どうだったらね、持ってってほしいわ、ちょっと1個ずつ。あれ、うん、レズリーみたいに。うまい。あ、ちょっと味が同じになってしまう。やっと米が見えてきたんだけど、こっち。ほら、チャーファンがなくなってきた。エビが減らねえ。エビと焼きそば減らない説よ。ちょっと止めようぜ。君はため息ついたでしょ。もうそれダメよ。ため息だと思った。うん、ゲップだよ、あれ。あれゲップなの。うん、特殊だね。まあ、多分オレンジチキンもうすぐなくなるよ。
ちょっと待ってよ、俺このプレートオレンジチキンしか食ってない。ちょっとさ、もうちょっとバランスよく食べてくれないかな。結構進んだんじゃない。オレンジチキンはほぼ終了で、うん、ブロッコリーも、まあブロッコリーが減ってるだけ意外と肉が残ってるというね。問題がさ、冷たくなりつつあるんだよ、ご飯が。ご飯だけじゃない、こっちもだよ。冷たくなるといいね、硬くなるから。とんでもない企画をやりだしてしまったのかもしれないと思った。あ、ブロッコリーはいけるわ。コーラ飲みてんだよな俺。コーラ1ボトル240カロリーだよ。やべえよなそれも。うん、でも飲める気がするんだよね、コーラは。弱音言っていい？何？食べれないと思ってきたんだけど。食べれなくないか、噛めないんでしょ、もう。そう、冷たくて。だって、水だと思えば飲めるでしょ。俺思っちゃったんだけどさ、このエビ皮ついてねと思って。衣という名の。これを剥がせば、剥がせば、全なくなんじゃない逆に。いや、これだと思うね、揚げ物って全部この外についてる炭水化物でお腹いっぱいになるの。ほら、ちっちゃいじゃん。ハワイの妖怪皮男は違うね。剥くの得意だからね。得意だよ。ほらほら、こんなちっちゃくなっちゃったよ。まあ、夏場ほぼ終わりよ。でもこの企画もうそろそろ終わりよ。あ、この企画もうそろそろ終わりよ。この動画情けねえな、本当に。2人の合意がありまして、ハワイにて合意があったね、秘密の。アラモアナマジックアイランドにて増えないってことを発覚しました。調べるけどさ、Google でカロリー正しい、うん、レンジで、ね、多分何千から何千だけど、うん、それだし最近食細いからね。単純にそうね、あのいろいろ食事制限して痩せようとしてたから、一日一食とかしてたし、胃がこんなだから言い訳がいっぱい出てきちゃうね。あの、はい、単純に食えませんでした全部。2人じゃ舐めてました、ハワイのファミリーサイズプラン。はい、負けた。パンダエクスプレスは負けたね。まあ食べてないので残してますけど。そうですね。まあてな感じでハワイファミリーミールプラン、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、あの旅行来た時にちょっとね、4人くらいいれば行けるから。そうだね、もうフルパンでお腹いっぱいになれるんで、うん、見てください。ということで本日のボスケットの動画を聞いてくれたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。パンダ。 I see trees are green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.